2016-17 の V プレミアリーグ男子は激戦となったレギュラーラウンドからファイナルステージへと移り、各チーム大事なファイナル6初戦を迎えています。フォーレアローズ対境ブレイザーズの試合をお送りします。ファイナル6、6位からスタートというこちら境ブレイザーズ、この東レと境の対戦3回ありますが、3勝、東レが、青山さん、はい、やっぱり力通りに東レが3勝ということですね。東レの方が力ありますからね。そうですね、入りました、ジョルジェフ、これで5対1。やっぱり東レはサーブいいですね。そうですね、鈴木、ちょっとタイミング合いませんでしたが、それがかえってよかったのかもしれません。打ってきたのはできた、6対3。これは立ち上がり、酒井がどれだけ盛り返していけるかですが、ジョルジェフ、チームのキャプテンでもあります。ここはちょっと緩いサーブで拾っている藤井、どうしたっけ、ジョルジェフフェイント、いやこの辺りが非常にうまいですね。うまいですね。乱されていますが、地磁気のスパイクはブロックに当たっている。藤井はレフトから決まりました。ここで米山、21対14、24対17、セットポイントです。第1セット、東レアローズ、藤井です。このサーブカット乱れた、地磁気高いとして高野が打ってきますか、もう狙いすましたようにブロックが出ました。富松か、25点目が入りました。第1セット25対18、ここは入った、サーブポイント、できたのサーブが続きます。このサーブポイント、レシーブ米山できません、連続サービスポイント、13対12。今度はセッターに帰っている米山が打ってきました、これは決めてきました、13対13。米山のやっぱりレシーブの素晴らしいところは、やっぱり1本サービスエース取られたら必ず2度目はきちっとやっぱり返してくるところですよね。なるほど、19対16、ジョルジェフ、軽く打って井出がレシーブする、ジョルジェフが打ってきました、決めてきました、できたのサーブ、しかしここが最後はできたのサーブがエンドラインをオーバーしてしまいました。25点目、東レアローズ、第2セット25対20で東レアローズがこれで2セット連取という形になりました。ここは B クイックという形でしょうか、リー、この速いアタックがあります、東レアローズ、落ちるサーブ、これが見てアウトになりました。しかしこの16点目が入りました、第3セット東レアローズ、こういうのを見ていると本当に東レのサーブ力というのは素晴らしいですね。そうですね、乱されている、井上、高いボール返すだけ、チャンスボールは東レ、バックアタックはジョルジェフ決めてきました、マッチポイント、ジョルジェフのサーブ、なんとか井上レシーブする、ウォレスは返すだけ、東レはチャンスボール、藤井、鈴木打ってくる、ここは決めました、最後はアタックを決めてきました東レアローズ、第3セットも東レアローズが取りました。これでセットカウント3対0で東レアローズが境ブレイザーズを破りました。